相変わらず何も進展してないよね、ララチー。ん？私が思うに、ララチーはもっと恋愛のことを知るべきなのね。恋愛を知る？確かにそうかも。私、どうやってリトにアピールしていいかわかんないし。そこで、今日はララチーにいいもの貸してあげるね。じゃーん！今流行りの恋愛ハウトゥー本、これを参考に勇気を落とすのよ。これで、リト？恋愛か。難しそうだけど、頑張るしかないよね。まずは、彼をデートに誘いましょう。ただし、はっきりデートというのはダメ。さりげなく切り出すのがコツよ。なるほど。よし。リト。どうしたオロオロ。今日の帰りね。ちょっとその寄り道しない？ああ、別にいいけど。何か用事でもあるのか？うん、ちょっとね。よし、今日は頑張ってリトにアピールするぞ。大丈夫ですかね？マジカル京子だ。おい、用があるならさっさと行こうぜ。待って、デートの際、恥じらいを持って会話すると好感度アップ。恥じらい、よし。ねえリト。え？今日の学校楽しかったね。ああ、そうだな。あれ、こう悲しい。私の言い方が悪かったのかな。恋には押しと引きが重要よ。なるほど、そうだったのね。よーし。え？Mm-hmm.
るんだろう。ったくどうしたんだ今日のララ。振り回されてクタクタだぜ。いろいろ頑張ったけど結局失敗しちゃった。なんでかな。どうしたララ。なんでもないよ。どうして涙が。あれはもしかしてララ。それでごめんねリト。さ帰ろ。しかしなんだな。たまにはこうして二人で寄り道するのもさ、その楽しいもんだな。リト。だからくっつくなって。リトリト。